こんにちは、花町接骨院久松です。今回は3呼吸で体を整える方法についてご紹介していきます。これは皆様に初めてご紹介するセルフケアなんですけれども、椅子に座った状態、もしくはベッドに腰掛けた状態で、体を前に倒して3呼吸するだけで全身の緊張を取り、脳脊髄液の流れを良くするという、そういう方法になります。ではご紹介します。まず椅子に座った状態で足を開きます。足を開いた状態で体を前に倒します。そして、体を前に倒したら首ももう下に向いてだらーんとリラックスします。この状態で呼吸を3回するんですけども、この際に、吐く方から、そして吐くときには、へーと言いながら息を吐きます。それを、そしてその後、鼻から吸い込む。これを3回繰り返します。で、いきます。へー。へー。へー。3回終わったら、ね、ゆっくり体を、この体を前に倒しているときはもう全身の力を抜いてリラックスした状態で、呼吸をしていただけるといいです。これをやることにより体がリラックスすると同時に脳脊髄液の流れが良くなって、あなたの体の状態をそれだけで改善していくことができます。1日何回やってもいいし、時間帯は特に決めてないので、あなたがやりたいと思った時間にやってみていただけるといいです。またこれだけであなたの状態すべて解決できるわけではないので、しっかり睡眠をとる、そして、いろんなセルフケアと組み合わせる、水分をとるなどを組み合わせて、あなたの状態がより良い状態で過ごせるようにぜひセルフケアなさってみてください。ということで今回も動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。